目黒にも火葬場があるということを皆さんはご存知でしょうか。えりも町にやってきました。北海道の地図の真ん中から下に突き出ているところがえりも岬なんですが、その一帯を含むのがえりも町です。昭和50年代に北海道各地でそれまで集落ごとにあった火葬場がおおむね一つの自治体で一つというふうに統合されました。えりも町でもやや遅れて昭和61年1986年に町の斎場を設置しています。えりも町内の集落管理の火葬場の中では最も新しいこの目黒火葬場は、新しい斎場から遠いこともあって生き残りました。1970年まで野天式だったのが建物を備えたものに変わりました。燃料は薪とのことです。裏側は二重窓になっていて覗いてもよく見えませんでしたが、正面玄関は幸い窓が一重になっていて張り付いたらよく見えました。化粧扉の前に置いてある薄っぺらい鉄板や作業室に見える薪が味わい深いですね。あの鉄板は消耗品なのでしょうか。建物の脇に同じものと思われるのが重ねて置いてありました。どういう状況なのかはちょっとわかりませんでした。燃料が薪だったり煙突がレンガ製だったりと、いかにも古い火葬場らしいスペックですが、見た目から総合的に感じるのはこれは新しい火葬場であるという印象です。作られた時期を踏まえると旧式の中では最新の部類である、そういう解釈が適切かと思います。だいぶ日が傾いてきましたが、次の火葬場も見ておきたいと思います。次は広尾に行きます。目黒から広尾、すぐ近くですよね。間に合うはずです。はい、すぐに到着しました。まだ撮影できます。ロータリーの植栽で少し隠れていますが、昭和50年代頃に集落ごとの火葬場を整理して作られた典型的な施設であることは一目瞭然です。北海道で集落ごとの墓地併設の火葬場を整理統合する場合、一番大きな施設を建て替えて総合施設にするケースが多いのですが、こちらの広尾町葬祭場は近くに墓地はなく完全に新しく作られた施設のようです。北海道では土地が広いため民家から離れて火葬場を設置できるほか、煙突の暖炉もあちこちにあるため煙突に対する悪いイメージは低いのかもしれません。無理して撤去しておらず、建設当初のままの姿を今でも見られることが本州以南よりも多いと思います。さて、日が沈みましたが、もう一つホリエモンの活動拠点の町が広尾からすぐ近くにありますので、そちらに向かいます。宇宙開発の町大樹町にやってきました。こちらは自治体単位よりさらに統合を進めて組合経営の火葬場が設置されています。かなり暗くなってしまいましたが、三脚を使って長時間録音すればなんとか撮影できそうです。広尾の火葬場と同じように横長の建物の脇に高い煙突がそびえていました。こういう煙突を立て続けに見られるというのが今北海道に来ていることを強く意識させます。そしてそれ以上に今北海道にいることを痛感するのは、日が暮れるととても寒いということです。昼間なら一瞬で切れるシャッターですが、今は数秒かけて撮影しています。その数秒じっとしているだけでどんどん体温を奪われていきます。それでもまだ撮影できます、というかします。真っ暗になるまで粘ります。煙突の太さが一様でなく上の方が太いのが面白いです。裏側から見た様子です。こちらから見てもかっこいいですね。作業室と炉前がどこで区切られているのか、そういったことも調べたいですが、いよいよ肉眼では建物のシルエットしか見えない状況となってしまいました。タイムリミットです。今日の探訪はここまでとします。それではまた。